すぐにできちゃう韓国風のクリップアレンジのご紹介です。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はもう誰でも簡単にすぐにできちゃうこの韓国風のクリップアレンジのご紹介です。 SNS とかでね、このクリップアレンジ結構ね、こうくる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 巻きつけてこう止めるようなやつを皆さんも見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、結構あれやってみた方わかるんですけど、ちょっと難しくなかったりとかしませんか？今回の方法はまあプラスしてちょっとゴム1本使うんですけど、ゴム1本とクリップさえ使えば誰でもね結構簡単にできます。なので髪の毛の量が多い方でも結構バッチリ決まるかなと思いますので、このね、まあこれからの季節クリップ結構使う方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひねこの方法覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。じゃあ始めていきます。まずね、髪の毛をまとめていきます。でまとめる位置は、まあ耳よりも少し下ぐらいの位置でまとめて、ゴムで結んでいきます。でなるべくね、きつめに結ぶのがポイントです。できつく結んだらこんな感じでお団子状にして、でこのお団子を少し大きめにしていきます。こんな感じで、でこれをこのお団子にしたのを上下に2つに割って、でこの毛先の部分をちょっと上にしてる方がいいかなと思うので、上に持ってくるように少しこう回転させます。こんな感じ で結構ざっくりで大丈夫です。このクリップで止めていくんですけど、止めるところはこの根元の部分とこの割ったお団子の部分を全部挟むように止めていきます。なので広げて、ここの部分とこの割った部分を全部挟むようにギュッと止めていきます。で結構しっかりとね止まれば全然もう落ちないので綺麗に固定されます。で止めたら少しね、このお団子にした部分とまあ、毛先をねちょっと整えて形をきれいにしていきます。ざっくりで大丈夫なので、なんか少しねこう後ろ鏡でバランスを整える程度で大丈夫かなと思います。で毛先とかがちょっとパサついてたりとかしてたら、なんかねオイルだったりとかミルクとかをつけて乾燥をねちょっと抑えるようにしといてください。こんな感じでバランスが整ったら完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。結構やり方シンプルです。もうゴムで結んでお団子にして、でお団子をちょっと広げて、この広げたところにクリップを挟む、もうたったそれだけです。あとはね、まあ、この部分だったりとかをちょっと引き出したりとかしてバランスを整えるぐらいで大丈夫かなと思うので、まあでもこうやってこう広げて止めちゃえばある程度の形にはなるので、まあそんなに難しくないかなと思うんですけど、まあバランスがねちょっとこう気になる方に関してはちょっと三面鏡みたいなところでも見ながら調節してあげると、まあ簡単に決まるかなと思いますので、ぜひねよかったらこの方法を覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。